なるほど。さようでございますか。もちろん私どもがお力になります。ご安心を。うちの八神をですか。いや、大変恐縮なんですが、彼は先々まで手いっぱいでしてね。いつまで続くんだろうな、この八神人気はよ。なあ、沙織ちゃん。源田法律事務所です。ええ、八神は弊社の所属弁護士です。またご指名か。みんな無罪取れる弁護士がいいんだとさ、八神先生。参っちゃいますよ。あの裁判はまぐれもあったってのに。当たり前だろ。判決の 99% が有罪ってんだ。まあだからまぐれだろうが無罪ってやつはでけえ。取った弁護士はヒーローよ。元がゴロつき上がりでもだ。ですね。ですねってお前、いい気になってんじゃねえぞ。なってませんけど。そういう態度には見えねえな。あのな、勝てるばっかじゃねえんだ。俺は先輩としてお前に聞いてんのか。ご忠告ありがとうございます。どうしてもということでしたら、うちの新谷が空いてます。八神より経験豊富な弁護士です。聞いたか。お前のおこぼれが回ってきそうだ。いちいちうるせえな。そんな、本当ですか。まあその点新谷なら。ええ、無罪。でもそんな、無罪は取ったことないですね。めったにないことですから。ご存知ですか、日本の裁判の有罪率は 99.9%。 とんでもない数字ですよね。え、どうしても親神を。なんだよ、やってらっしゃ。みんなうるさい。はい、ええ、本当に間違いないんですね。わかりました、伝えます。どうした。八神先生に弁護の依頼です。だろうよ。依頼人は大久保新平。ふん。は？大久保新平って八神が無罪にしたあの？殺人で逮捕されたそうです。いや、だからその事件は俺が。前のとは別なんです。ついさっき大久保が包丁で恋人を刺した後、ガソリンで火を。なわけねえだろ。恋人を刺したって、大久保君が恵美ちゃんを。そんな、なんでだよ。
あの日、弁護士としての俺はエミちゃんと共に殺された。連続殺人鬼大久保新平の手によって。こちら八神。海藤さん、そっちはどう？もうすぐだよ。今ドンキの近くだ。そっちに向かってる。野郎は見えてるか？ああ、見えた。全然気づかれてないな。尾行の腕上げたね。おうよ、我ながら自分の才能が怖え。それ言い過ぎ。しかし面白いもんだよな、探偵が探偵を追ってるなんてよ。ドラマでもなかなか見ねえよな。そんなのいいから、慎重に。こっから俺も後ろにつく。おっ、ウェイ、おっさん、邪魔邪魔。うっせえな、おい。邪魔くすんだよ。おい、はあ、なんだてめえこれ。え、なになに、死にたいの？バカかこいつ。おい、何やってんだタボ。いや、チンピラに因縁つけられて、ついついって、お前が慎重にって言ってたくせに。チンピラって誰のことだ？海藤さん悪い、後ですぐ追いつく。適当すぎんだろ。なんだそれ、マジなのこいつ。へえ、オッケー、やる気満々じゃ。ハチオ、ハチオってか。この野郎、上等じゃねえか。
あったよ、カイトウさん。そっちは今どの辺？ピンク通りに向かう裏道だ。人気が減ってきてる。分かった。早く来てくれ。俺の尾行じゃそろそろ気づかれちまう。いや、まだ追いついてないって。しょうがねえだろ。とにかく急げ。見失ったらお前のせいだからな。うわ、そういうこと言う。ヒヤヒヤさせなくて悪かったよ。
ちょっと、ちょっとあんた、そろそろ溜まった家賃払ってもらうわよ。もうちょっと待ってくださいよ。あと1週間だけ。本当ね。次はもうないわよ。はい、必ず。よろしく頼むわね。それじゃ。やべえやべえ。ちょっと、ちょっと、そろそろたま、もうあと一週、本当、よろ、thank you.
どれだ。海藤さん、探偵はチャンピオン街の方に向かってる。チャンピオン街か。あそこが入り組んでるぞ。うん、そろそろ目的地ってことかもな。よし、鳩飛ばそっか。空からも追っかけよう。お、ドローン使うってか。海藤さん、先回りしてスタンバっといて。わかった、任せとけ。張り切りすぎてまた壊さねえ。あれ結構済んだからさ。お前は探偵見失うなよ。海藤さん、探偵はチャンピオン街の空き地に入ってた。あの先は行き止まりだ。今追ってったらバレるね。やろう。そんなとこに何の用だ。多分誰かと会う。人に見られたくない待ち合わせってとこか。なるほど。こっちは今鳩を飛ばした。見えるか、上だ。ちょっと待ってもらっていい。どこだ。手際がいいな、海藤さん。操縦も安定してる。だいぶ練習した。今話しかけんな。あんま余裕がねえ。あ、誰かいるぞ。探偵の他にもう一人。やっぱ待ち合わせだったな。見た顔だ。確か神室町で競馬の飲みやってる。飲み屋ってことは、あの探偵借金も返さねえで博打か。
世の中舐めてんな。それよりわざわざこんなとこで飲み屋に会うってことは多分金の受け渡しだ。ん？つまり今なら取りっぱぐれがない。俺らのミッション何だったっけ？探偵の借金取り立て。なるほど、踏み込むなら今か。見てな、人稼ぎしてくるよ。よし行ってこい、タホ。死巨人じゃねえぞ。どうも。いい俺だね、探偵さん。なんだ。カムロ町の飲み屋はサービスがいいんだってね。当てれば配当は1割増し、外した馬券の1割は客にバック。ギャンブル好きにはありがたいよな。俺も今度やってみようかな。あれ、もう行っちゃうの？まだ探偵さんから金もらってなかったでしょ。なんだお前、誰なんだ？うちの客の、そのまた客があんたに金返してほしいってさ。飲み屋から馬券買う前にね。取り立てのチンピラか。よく俺をつけれたな。チンピラとはご挨拶だな。俺はあんたと同業者。探偵ってことか。うん。あんた逃げ足早いんだって。で、うちに依頼が来たってこと。今持ち合わせがあんのも確認済み。もう逃げらんないよ。さ、おとなしく払うも払いな。確かに持ち合わせはある。でもな、返すのは馬でもっと増やしてからだ。それまで待っとけや。本気で言ってんのか。よくそんなずうずうしいこと。また今度だ。うっ、なんでそんなもん。海藤さん、やつが逃げた。見てたよ。何やってんだお前。くそ、絶対逃がさねえ。上際が悪いよ、あんた。うるせえ。俺にはな、俺の返済計画があんだよ。
前も探偵って言ってたな。名前は？今さら名刺交換でもないだろう。八神だ。神室町の八神探偵事務所。ほら、金渡してくれ。手間賃込みで15万。お互い紳士的に行こう。ふざけんな。こんな取り立てあるか。訴えてやる。おい、訴えるだ。てめえ偉そうに言えた口か。ちょっと、海藤さん。なんだよ。何が探偵だ。ヤクザじゃねえか。うるせえ。借りた金返すのにグダグダ言いやがって。もう諦めな。その人を怒らすとマジで怖いよ。分かった分かった。いいのか。この金取ってくならマジで訴えるぞ。見ろよ、鼻の骨が折れてる。鼻血が出てるだけだよ。だいたい先に手出したのそっちだろ。いや、お前が先に殴った。訴えたら間違いなく俺の方が。これ弁護士バッジ。お前探偵なんじゃ。どうする、本当に出るとこ出る？でもやっぱ相手が悪いと思うよ。